戦いでございました。さあ決勝、誰が優勝したのか、これから発表させていただきたいと思います。決勝の2年、本当に素晴らしい素晴らしい戦いでございました。どの国の方々が見事走り抜けたわけでございます。ただいま確認をさせていただいております。改めて選手お相撲様を発表させていただいて、続いて表彰式をさせていただきたいと思います。それでは表彰式に参加して皆様がお集まりをいただきたいと思います。私司会の赤い表彰を見ますので、こちらの方に集まっていただいて、こちらで表彰式をさせていただきたいと思います。それでは青春お相撲部門、成績の方まだなかなかわからない方、はい、順番が出ましたら成績に発表させていただきたいと思います。まだちょっと今確認に戸惑っている感じですがね。青春お相撲部門1着、2着、3着、はい、今ちょっとなかなか接戦の感じですかね。誰が1位になったのか改めて確認をさせていただきまして、まあ、私のことに今ほぼほぼ待ってるわけでございます。なかなか難しい、これほど接戦だったんですかね。あの先ほどまだですと1着、2着、3着報告が来たわけですが、なかなかこの辺もかなり微妙な接戦だったのに、競馬で言いますと写真判定といった、そんな感じでしょうかね。今ちょっと改めて確認を進める感じでございますね。とにかく今日ですが、恐竜ですから頭の差とかということになるでしょうかね。はい、今あ、結果が出た感じです。かなり接戦だったですね。はい、レイヤーマドネトスの方に走っていきたいと思います。さあ、発表します。選手この中の第1位は宣言4番宇田の方、おめでとうございます。続いて第2位ゼッケン9番オマンサンクス、おめでとうございます。第3位はゼッケン3番大会直前減量番組などに、そこまでいい山崎の小池さんがあなた走りなさいよと言うから、ヘロヘロで走るのと7位の第3位でございます。おめでとうございました。